前回は底面の空気穴に蓋をしましたが、酸欠気味だったので、今回は吸気抵抗を設けて空気を供給します。ステンレストレーをロストルに取り付け、ロストルの隙間から吸気するようにします。 テール缶の底にはチップソーを置き、穴空きロストルとします。側面の吸気口を前平にして燃焼してみると、今までより穏やかな炎になったようです。今回はもう一つ改造しています。延長灯に煙突を取り付けて、側面から排気することで、 延長灯に鉄板を乗せて、その上でお湯を沸かせるか試してみます。とりあえず、落ちてた鉄板を乗せてみたところ、かなりの煙とすすが出るので、これはイマイチでした。鉄板や煙突が熱くなるまで時間がかかるので、それまでは煙を抑えられないでしょうし、炎が見えないので焚き火として成立しないですね。 次回は煙突を外して炎の見える窓になるかもしれません。ナレーションはここまででここからは焚き火風景です。吸気の改善で炎が穏やかになり二次燃焼がきれいになったように思います。